余圧。余圧とは、その地点で自然に加わる、大気圧よりも、室内の気圧を高くすることである。特に、気圧の低い場所で用いられる乗り物の内部の気圧を、外部よりも高くしておくことを指すことが多い。例えば、高高度を飛行する、航空機や、宇宙空間にある宇宙船や宇宙ステーションのように、機体外の大気が気迫あるいは、ゼロの空間では、 機内の酸素分圧を人間が生存できるレベルに保湿用がある。このために酸素マスクを用いるか、室内全体を加圧するかのいずれかの手段が多く採用されている。このうち校舎の方式が余圧と呼ばれる。余圧された客室を装備した最初の旅客機は1938年に初飛行したボーイング307である。21世紀現在においては、 高高度を飛行する旅客機の客室内は一般に予圧されており、ほとんどのジェット旅客機や多くの輸送機、一部のターボプロップ旅客機などが予圧に耐えられる構造を備えている。また、必要に応じて予圧する機能を備えていることもあり、高度1万メートルの機内でも0.8気圧程度に保たれる。このような機体では一般的に搭載されている空調装置などからなる。 余圧、空気調和装置、または空気調和系統によって余圧が調整され、維持される。余圧、空調系統は、まず機内の余圧を保つ、空気圧を作り出すために、レシプロエンジン搭載の航空機の場合は、エンジン補給として駆動される。客室化給機の圧縮空気、ジェットエンジン搭載の航空機の場合は、エンジンと機体後部に搭載されている。 APU の圧縮機の途中から抽出した、圧縮空気またはエンジンから抽出した、圧縮空気またはエンジンからの動力にって駆動される、客室圧縮機からの圧縮空気が用いられ、それが空気調和装置に入り、適切な気圧、温度、湿度に調整されて、換流されている機内の空気と混合されて機内に導入される。機外から取り入れる空気量を増やすことで圧部を加圧し、 胴体仮面に備わるアウトフローバルブから空気を排出することによって減圧される。アウトフローバルブの故障などに備えて、リリーフバルブやセーフティーバルブと呼ばれる安全弁が備わっており、機内の圧力が過剰になると機外へ空気を逃がすようになっている。高度1万メートルの航空を飛行している場合でも、余圧部の中は少なくとも2400メートル。 航空会社や機種によっては1500メートルほどになるの、高度に相当する0.8気圧弱ほどに保たれる。このように、弱部の気圧をそれに相当する高度で、表したものが、客室高度と呼ばれており、一般に、客室高度は、弱圧・空気調和装置によって、自動的に制御されているが、運用高度が7500メートル以上を飛行する、航空機は、それが故障または、 機能不良に陥った場合でも4500メートルの客室高度を維持する。また、高火事などに気圧の変化が生じると、機内を常時全く同じ気圧に保つことはできず、目や耳の奥に痛みを伴ったりすることもある。上空では、機内と機外との間に圧力差、差圧があり、胴体の構造材には膨らむ方向に応力がかかっている。そのため、胴体は、 最大脚質差圧に耐えられるように設計されており、この応力をできるだけ軽量の構造材で封じ込めるために、予圧機能を備えた航空機の胴体断面は可能な限り円形に近い形状になっている。予圧された航空機が航空を飛行中は、胴体など予圧部分がある程度膨らむため、可能な限り全方向に均等に膨張することで、ストレスによる 構造材への負担を偏在させない方が良いが、客室の床など安易に伸縮できない部分があるため、そのような膨張部と固定部との接合部は構造材の強度が高められているのが一般的である。また、地上では圧力差はゼロになり、差圧によって生じる応力もなくなる。定期運行する旅客機などでは、この繰り返される応力による金属疲労が問題となることがある。 ジェット旅客機として世界で初めて定期運行を開始した BOAC の DH-106 コメットは四角形だった客室の窓の角に応力が集中し、それによって生じた亀裂、亀裂が広がったことが原因空中分解する事故を連続して起こした。その後、航空機の客室窓や角ドアの角には丸みがつけられ、応力の集中を緩和するようになっている。 胴体構造は内側が制圧であることを前提に作られており、抵抗度飛行時などで何らかの異常により内側が負圧になると強度維持に支障が出る危険性が生じる。近代的な電子制御された機体では内外圧力差が逆転しないように常に自動監視されており、空気調和系統の機械的な動作不良のような異常事態でも適切に必要な対応が行えるようになっている。 大型のジェット旅客機では、圧部は操縦室や客室、貨物室などに限定されており、すべての翼はもちろん、膠着装置の格納室など多くの部分が非圧部になっている。一般的には、全部では、レドームと前足格納室が非弱圧であり、中央部では、中央翼と主客格納室が、後部では、ビ部のテールコーン全体が非弱圧になっている。これらの非弱粒と、 客席などの余圧ぶとを隔てる壁には圧力に耐えるだけの強度が求められ、このうちの大きな壁は圧力核壁といった名前で呼ばれる。戦闘機などの国用機では頻繁に高度を変化させたり、機体に高い荷重、加速度をかけて飛行することが多く、その状態で被弾、破損した場合、急減圧によって機体が爆発するように破壊されたり、乗員が肺損傷を起こして失神する。 危険性がある。そのため旅客機のような完全な余圧はされておらず、内圧と外圧の差が大きくならないよう航空へ行くに、従って余圧が低下するようになっている。敵に撃墜される恐れのある戦闘機や偵察機が高高度を飛行する場合は、射出座席などで緊急脱出する可能性があることから、コックピットが余圧されていてもパイロットは、弱服を着用する。第二本帝国軍では、 搭乗員用の酸素マスクを、弱圧面と呼称していた。国際宇宙ステーションは、地上と同じ1気圧に弱圧されている。ISS への補給物資の運搬を担う宇宙ステーション補給機は、貨物区画のうちの補給キャリア弱部も1気圧に弱圧されている。これに対して、残る補給キャリア非余圧部は、弱圧されていないため宇宙に上がると真空になる。 中華人民共和国の製造鉄道は最高地点の標高が5000メートルを超える大気の希薄な地域を通っているため客室内の乗客に呼吸困難や頭痛を引き起こし場合によっては致命的な状況となることが懸念されたこのため車両に余圧設備を設置すると一部メディアで報じられたことも あったが、途中駅での乗客の乗降の度に再度予圧するの、非現実的で高くつくと考えられたこともあり、実際には採用されなかった。代わりに、外気を取り込んで余分な窒素を外気に排出して、酸素濃度を高めた空気を車内に供給する設備と、サタ、標高5071メートルのタングラ峠を通過する時点では、酸素濃度は23%に高められており、 通常の21%に比べて2ポイント高く、これは3000メートル前後の高さにいるのと同じ程度に調整されているとになる。あまり酸素濃度を高めると可燃性が高くなって危険であると考えられたためにこの程度の酸素濃度に止められている。各人が使用できる40%酸素を供給できる酸素マスクも用意されている。車両は空気をできるだけ車内に止めておくために プラグドアを採用したり特殊な貫通路設計にしたり、エアコンやトイレの構造にも特殊なものを採用して、機密性を高める構造となっている。軍用車両の中には、核兵器、生物兵器、化学兵器などに汚染された地域における活動を想定し、車両自体の機密性を高めるとともに車内を加圧して、外気圧よりも高める機構を持つものがある、NBC 偵察車両など、 これは、クリーンルームや無菌病室のように、外気と共に汚染物質が、車内に侵入することを防ぐためのものであり、乗員は、化学防護服や、ガスマスクなどを着用せずに汚染地域で活動する、ことが可能になる。正常な環境を保つために、室内に正常空気を導入して室外よりも、気圧をわずかに高めることで室外からの汚染を防ぐ、陽圧の手術室が存在する。 また、例えば一酸化炭素中毒により、血中酸素分圧が著しく低下した患者に、対して、高圧酸素療法を行うことがある。これは患者を、大気圧の3倍程度まで気圧を上げた部屋に、収容して高濃酸素を供給するもので、高気圧により、酸素を血液に直接溶解させる。血液中に溶解した酸素は、酸素分圧の低い。 イコール酸欠状態場所で拡散するため、一酸化炭素と結合して、酸素運搬能の低下したヘモグロビンに頼ることなく、酸素を全身に供給することができる。これらの例のように、大気圧よりも気圧を上げた部屋が利用されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。